はい、皆さんこんにちは、西岡義です。今日はですね、マイアミオープンにいるんですけども、今年の全豪オープンのダブルスで優勝したリンキー土方くんがいたので捕まえました。今日お願いします。こんにちは、お願いします。え、リンキーはハーフジャパニーズと、いや、もうフルジャパニーズ。はい、親、はい、2人とも日本人です。おお、でもオーストラリアで生まれた。はい、私はシドニーに生まれて、うん、ずっとシドニーに住んでいます。おお、いや、待って待って、さっきまでそんな話し方じゃなかったよ。どうしたの？もっとなんか砕けた話し方してたら、多分リンキーは日本語がうまいと思う。ベン君よりは全然話せる。正直言うと。ベン君と話したりするんですか？あ、話したことない。全部英語だ。全部英語。タロウ君とは？タロウも多分全部英語。他の日本人は一応日本語喋る。結構ね、話せる方だと思うんだよ、俺の中で。多分日本でもすごい話題になって、あの全豪オープンで優勝した時に、あんまりまだ多分みんな知らなくて、でも優勝した時に日本人の名前やったから、え、みたいな。オーストラリア国籍だけど、あの日本人の子がダブルス優勝したっていうので、めちゃめちゃあの結構名前出てて、今の全部わかる。あ、一応全豪オープン優勝した後、なんかどんな感じだった？スポンサーがいっぱい来たとか、なんか話題、日本のところからも結構来たりとか、あった？なんかいろいろ。日本の方は、メディアとかちょっとあった。あれ、ワーワーとか、ちょっとインタビューとかあって、それは、まあ、やったことなかったから、結構ニューだった。で、あとは、まあ、結構日本のサポートもメルボルン結構多いから、うん、ね、結構楽しかった。全部、週間とも、あれ、日本人もオーストラリア人もいっぱいサポートあったから、まあ、全部で結構面白かった。お父さんお母さん喜んだでしょ。すごい、はい、すごいよね、マジで。多分だって本当は日本の国籍を仮に持ってたって、あ、日本の国旗だったら多分日本史上初だったと思う。あ、そう、うん、そう、男子のグランドスラム優勝、ダブルスの優勝者は多分初めてだったと思うから、惜しかった。惜しかった。もうちょっとだった。オーストラリアだってさ、すごいいっぱい選手がいるからさ、はい、日本では超まれだから、まあでもそれでもね、絶対残るけど。今何位？ダブルス。今は多分35番か6番ぐらい。おお、高い。今回は誰と出てるの？今回またジェイソンと一緒に出て、先週インディアンウェルズも一緒に出て、それはあれ前後の後初めて出たやつだから、今週も出て、多分ヒューストンも一緒に出てる。おお、すごいね。え、そのままクレーコートもずっと？私多分あれクレーコートよりあれ韓国のチャレンジャー多分出に行くと思う。今シングルスはない？シングルスは125番ぐらいだから。ああ、じゃああれか、ワイルドカードじゃなくて本戦取りたいか。だから一応ウィンブルドンのカットぐらいまで、トップ100に入ればいいと思ってるから、うんうんうん、一応、まあ、シングルスも頑張ってトップ100に入ってみたい。今ベースはどこ？練習のベースはオーストラリアにいるときは、ブリスベンにナショナルトレーニングキャンプがあるから、うん、結構いっぱいみんなプレイヤーそこにいて、うん、あれ私のコーチとジムのコーチも一緒にみんなそこにいるから、一応ブリスベンに練習してて、私のうちはシドニーだから、うん、シドニーとブリスベンちょっとどっちとも、うん、あとアメリカにいるときはあれカロライナ大学、はい、UNC でチャポヘオにあれまだチームとコーチがいっぱいいるから、あれチャボしててオーストラリア帰るの難しい時はあれ UNC でまだ練習して。いいね、めっちゃなんか練習拠点すごいたくさんあるね。どこでもできる。オーストラリアすごい遠いから帰るの結構難しい。確かに。え、最後に帰ったのはいつ？今3月の終わりだけど。あれ、オーストラリアの後、その次の週、タスマニアのチャレンジャーで、うんうん、その後、3 days くらい、うんうんうん、その後、ずっと、日本にはあんまり来ないから、ね、日本、行きたいけど、去年、あれ、チャレンジャーで行った、うんうん、松山と神戸。あ、今年、あれ、東京オープンで出たら、出たいね、出たいね、そう。だから、日本、もっとトーナメントあれば、出たいけど、今あんまりないから。日本はさ、お父さんお母さんはどこの人だったの？お父さんの方は東京で、うん、お母さんの方は神戸。おー、え、じゃあ日本では家はある？あー、今は家ない。家はない。いつも日本に来るときはテニスの時だけです。はい、おー、え、ちょっとホリデーで一回来てもらって、私は遊びに行こう、どっか連れて行くわ、どっか行ってみたい場所とかある？あー、まあテニス終わった後はあれスキー行きたい。おー、スキーやったことないけど、うん、あれ
な結構面白いって言ってる、うん、あと日本も結構いいところある、うん、でかいね、スキーはだからスキー、あれテニス終わった後、うん、全員やってみたい。いいね。俺もね、スキーはやったことがなくて、みんななんか楽しいっていう、怪我のリスクがすごい高いから高いから、多分プレーしてる間は、うん、やんないけど、うん、あとはできたらやってみたいじゃないですか。What's your image towards Yoshi? My image for Yoshi? I think just like really, I don't know, just a really cheerful guy. Like, you know, obviously a great player, but I think just a pretty nice and happy guy off the court. I think, I mean, he gets along with everyone on the tour and there's no one that really has anything. I've never heard anyone say a bad thing about him. So, you know, that's a very positive outlook on him as a person and a player. And obviously he's been doing very well, so. You know, probably someone you don't want to be coming across in the draw too often. めっちゃ恥ずかしいわ、それ。絶対日本語で話したよ、今のも。いや、今日本語で言ってみたらできないと。表現が難しい。ああ、そうだね。それは分かんない。Expression. ああ、たぶん。まあ、でも絶対言えると思う。ベーシックのことだったら言えるけど、あとだったらちょっと難しいと思う。あ、でもね、今何歳だっけ、21? 22歳。そう、まだまだめちゃめちゃ若手で、シングルスも120位でダブルスも今トップで、まあ、これから、まあ、活躍していく選手ということで。なんか、まあ、国籍こそは今オーストラリアですけど、日本人っていうルーツは持っている選手なので、一緒に日本のファンの人もぜひ応援してあげてください。Anything to the Japanese fans?みんなサポートありがとうございます。See you in Tokyo. See you in Tokyo. Yeah. ちちゅチャンネルをご覧の皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。僕はですね、今オンラインサロンというものをやっていまして、その中で皆さんに向けたプレゼント企画だったり、そして Zoom を通じて試合後の感想を皆さんにお伝えしていったりっていうものを今やっております。どんどん追加でコンテンツを作っていく予定ですので、ぜひ皆さんのご参加をお待ちしております。詳しいことは、動画の概要欄から、チェックしていってみてください。